今日話す話は地元の小中学校の時の友達で親の不動産屋さんついで今不動産屋さんやってるやつがいるんですけど、まあ結構面倒見のいいやつだから仲間内はこういう物件ないとかいろいろ聞いて、あそうだったらこういうマンションがあるよとか、それからアパート探してくんないかって、まあ、友達でも結構な人数が世話になってる今でもすごい仲いいやつなんですけど、なんかそいつがこの間中学校時代のあいつから電話ってさ、こいつ嫌なやつなんで本名出せないんですけど、あいつから電話ってさ無理難題を言われちゃってさ、駅からはそんなに近くなくてもいいんだけど一戸建てでね都内で10万円ぐらいの物件ないかって言われて、それはないと、いくら知り合いで儲けなしで考えてもそれはできないよってさ、大して仲も良くなかったのに切ったんだけどさ、そしたら1週間ぐらいしてまた電話かかってきて、お前なんかに頼まなくても足で探せばあるんだよ、見っけたからさもう二度と頼まないからって、こういうことで結構カチンときちゃってさ、あるわけないじゃん都内で一戸建てで10万切るとかそんなないよとか思ったんだけど、実際ねその遊びに行ったやつとかいて結構な間取りの住んでるらしいんだよなんて話をしてて、一月ぐらい経った頃かな、もう一回その不動産屋の友達と会ったら、あれからさあいつからまた電話かかってきてさ、でその家借りたやつってのは霊感とか全然なくて、どっちかとものすごい鈍感だね、それこそ、まあ、人の気持ちがわからないから嫌われるようなちょっといるじゃないですかそういうやつだから、全然そういうのはないやつなんだけど、俺ん家に遊びに来たやつがみんなケチつけて帰るんだよ、なんか霊が出るとかお化けだとかすっごい腹立っちゃってさ、例えば泊まってて夜寝てるとなんか壁をドン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 と叩く音が聞こえるとか、あと2階の廊下でなんか痩せこけた小学校ぐらいの女の子が歩いてるの見たとか、こんなの言われたら腹立つだろう、自分が怒らせてるのも分かってないから、一回お前もね不動産屋としてね俺の物件がどれだけお買い得か見に来てくれよとか言われて行ったんだ、行ったら表から見たらなるほどこれはこの値段はすごいなと物件なんです。で呼び人をして中入ったらそいつが出てきて、ああよく来てくれたねって出てきたそいつがもうなんか痩せこけちゃって、うわこいつ大丈夫かっていう顔つきなんだって。だけどそんなこと言えないから、おお久しぶりだね、いい物件だろ、いい物件だね、お前自身には何か変わったこととかお前が体験したことはないの、俺はないよ別に、お化けとか信じないしね、大体みんな俺がこういういい家借りたからケチつけたいだけなんだよ、そのなんか痩せこけた顔のまま明るい口調で言うんだって。でもただ一個あったけどどうでもいいことだな、入ったその日に電話取り付けて電話取って、じゃあ電話番号メモしてくださいって言ったら、いいよと思ったら、メモなんかねえかな、書くもんないかな、紙あるけど、あこれでいいやと電話番号メモして電話切った後に青いクレヨンを自分で持ってんだって。でもクレヨンなんて使わないからね、あなんでこんなのあんだと、前住んでたやつが忘れてたのかな、まあそれぐらいかな、それはお化けじゃないもん、ただクレヨンだもん、まあそりゃそうだな、広い家なんだよ2階も見てよ、2階行った途端におかしいんだ、お前この家おかしいよ、お前までそういうこと言うのかよお前、え？お前大体俺が探してる時ないっつったろ、だからお前は悔しくて言ってるんだ、そうじゃないそうじゃない、俺プロだからプロとして言うんだよ、霊感とか俺もないから、あのなちょっとなんか紙あるか、ちょっとな こうだろ、これ外から見たら真四角の家だよな、1階の間取りがここにキッチンがあって部屋があってトイレがこれバスがこうだろな、で占有面積がこれぐらいなんだよ、で2階の間取り書くぞ、ここに部屋があるだろ、これが部屋でここが何畳だから、この廊下の突き当たりは4畳半の部屋があるはずなんだよ、どう見てもそうだろ、ほらそうじゃないと面積合わないだろ、ほんとだここ突き当たり壁なのに、でよく見てみたら1階も2階もほとんど同じ壁紙なんだけど、その突き当たりの廊下のとこだけ壁紙が新しいの違う、じゃあ剥がしてみようってベリッと剥がしたらドアノブのないドアが出てきて、で釘が全部打ってある、なんだこれ、開けていいか、直すのはそんな金かかんないから、ガーッと開けたら中に部屋中に青いクレヨンでお父さん出してお父さん出してお父さん出してって書いてある。